おはようございます。祭日明け朝です。なんかね、月とその横にある雲が、この私の手前の方、マンションの上の方に流れてってるんだけど、なんだろう、月の前に壁でもあるんだろうか、筋になってんのよね、ずっと。不思議。あそこに何か気圧の谷でもあるのでしょうか。とりあえずヌライベントが始まってると思うんで、もうちょっと移動して始めてみましょうか。そっか、こっちか。よ、ピント合うかな。ピント合うかっていうことよりも映るかな。なんか始まったぞ、文言が。難しいかな。まあいいや。ね。はい。とりあえずいつも通り、あ、油くさんだ。油くさん。はい、あ、カウントしてくれてる。一応ね、念のために開けましょうね。デイリーも。はい。それで、確か、材料かカバン2つだよね。はい。ちょっと、物を見てみましょう。今回ね、予習も吹っ飛ばしちゃったからね。忙しくて、ごめんでございます。ピント合ってる？合ってないよね、きっと。マップで。これどうしても合わないのかな。アップで、材料カバン2つ、ピンク2つ、リージョーダン10ですね。はい、やっていきましょうかね。どうしてもね、時間がないんで、またフェラーリで戻りながら、リージョーダンじゃないですね、この人ね。とりあえず多分、次のセクターで石があるはずなんで、まずは登録部はね、この1では開けないようにしていきましょう。最初ね、初見の時長いんだよね。はい。ん？これ今のはなんだっけ、ネビル、違う。ああ、またいらない。で、ピンク薬か。ピンク薬を調合だから時間待たなくてもいいってことだよね。よいしょ。うわ、いらんもん作ってたな。あ、終わった。よいしょ。最初だけね。うわ、ないじゃん。何がないの。あ、ブルー、え、あれだ、ベリーベリーストロベリーがないんだ。あのね、噴気薬たくさんこう作ってたから、あれ、ギフト出ねえな。すごいいっぱいあったんだけど捨てちゃったんだよね。あれどこ？あ、違う、ダイナゴンだよね。大根市場、あった。これで少しあるでしょ。2粒あるね。よし。うわ、なんか風冷たい。止まってるとめっちゃ冷たい。今日はウルトラライトダウンを着てます。これダメ、やっぱり iPhone の悪いところはあれだよね、ピントがやっぱりスパッて合わないところですかね。はぁ、はい、これで2つは調合できるかな。1、うわ、ねえじゃん。うわ、材料こんなにないよ。ちょっとこれは拾うわ。はい、でこれ1つ調合だけして、材料はまあ拾えるでしょう。黒玉と。はい、じゃあこれでちょっと進めていきたいと思います。要所要所で
カメラ回します。でも寒い。はい、何か見覚えのある建物ですね。でも本当あのアマゾンとかの配達とかさ、水道の点検とか気をつけなきゃね。いや、まあ私はいいんだけどさ、ピーちゃん一人とかさ、めっちゃ怖いよね。なんか本当物騒な世の中になりました。あれ、電波悪い？ちょっと周辺そんなに高い建物はないんだけど、あのマンションだらけなんで電波弱いね。まだウゴウゴ言ってる。ちょっと動きながら、よいしょ。嘘、来た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 、よいしょ。これさっきね、広角で写してたんだけど、スマホ写すときは広角にしない方がいいね。はい、とりあえず今、あ、そうなんだ、情報は、あ、あれか、これあれ、マスターノートかけてない、それ関係ある？一応ね、関係ないね。一応拾えたはず。あれ、あ、もう一個必要なの？まあいいや、もう待ってらんない、高えな。あ、ちゃ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 、これか、完成ね。ちょっとね、ほんと時間ないから、あの今日はね、手袋必要な寒さでございます。今調合した？ダメなの？これ完成させなきゃいけないの？よいしょ。あと何かあったっけ、調合計、調合計あったっけ。ちょっと念のため何も入れとかないで待っとこう。はい、これでファーストタスク、あ、今何かあったね、赤いの。ファーストタスク終了。よいしょ。照度結構落としてるんだけどな、ね、結構明るく映っちゃってるね。はい、回収。はい、2番目。魔法使いを7000、ルイン氏を5つ、農薬2回。はい、じゃあまず農薬飲みましょうか。あ、これ赤いのあった、ほら、畜生。どんまい、農薬を、緑のやつね、農薬を2回飲まなきゃいけないのね。農薬飲んで、でさ、XP ってこれでもいいわけでしょ？あれ、いいんだよね、今のも。ダメ？あ、痕跡からか。マップ上の痕跡からね、甘くなかった、さすがやね。わかりました、じゃあ撮っていきたいと思います。空はだいぶ明るくなってきました。月がね、綺麗に見える。よいしょ。いや、進捗の方は順調でございます。今ね、淡島の手前かな、もうちょっとで東急のバス停のところ、うん、これでロングボトムが記録できました。なんだっけ、リージョーダンはね、特訓のトンマだったんですけど、これさ、 iPod Touch 前回もそうなんだけど、このバツ印がほら、もうかかってるじゃない。でも絶対押せないじゃない。だからわざわざこうやってやって、ちょっと動かしてからね、バツをしてます。これで一応登録簿記も、あとはあれね、ポートキーね、くれぐれも、なんだっけ、ボーナスゲームまでピカピカにしないように。はい、
てね、一応ね XP と石は集まったんだけど、肝心の農薬がもうね、あの25分、残り25分ぐらいから、あ、これもう取っちゃうとめんどくさいんだよね。25分ぐらいからですね、もう待ちの状態でございます。20分は何もできないんで、あ、怖い怖い怖い、これめっちゃ怖いよ、これめっちゃ怖い。よいしょ。ね、帰り道の距離を稼ぎたいと思います。それでは移動。はい、青空です。祭日明け、綺麗ですね。おお、めっちゃ綺麗じゃん。あの、結構ピリッとした寒さもあるんでね、空も綺麗ですね。あっち側に行くと、あの坂登ると永福町でございます。大正軒あります。ね、とりあえず、あ、そろそろ画面明るくしますか。ね、やっとね、農薬がね、農薬の時間が切れたのよ。で、もう一個、はい、これでセカンドタスクが終了したはずです。はい。一番苦労したのが農薬の時間っていうのが面白いね。はい、3ついただきました。はい、それでサードタスクですけども、ロングボトムが15。何、魔法薬が7回。あ、よかった、やんなかった。あ、でも一緒か。魔法使いチャレンジで5個。はい、じゃあとりあえずなんかセットしときましょう。早いやつがいいね。早いやつはねえじゃん。ないじゃないのよ。今日のタスクを、今日のデイリー、はい、3つ。3つだけかい。まあないよりはマシ。はい、油くさん、油くさんじゃねえや、あれも捨てちゃったんですよね、昨日だ。まさに昨日。これ1、2、3、7つでしょ。まあ、とりあえずこれ入れときましょう。はい、じゃあロングボトムがあるから、まあ、それが終わったらお金で解決しましょうかね。良い子は真似しちゃダメだよ。はい、それじゃあセカンド、あ、サードタスクをチャリンコでゆるゆるしながらやっていきたいと思います。今で約1時間ぐらいかな。はい、おい、なんか柳久保公園だそうです。この道もうちょっと行くとカンパチです。途中経過、ロングボトム、ロングボトム、ロングボトム。いや、これ15体だったらこれリックしてもよかったね。はい、とりあえずロングボトム行って魔法薬の調合7個しちゃいましょうか。早送りしながらね。あれれれ、なになに、あ、これそうか、いいんだ。はい、ちょっとこんな感じでやっときますね。よいしょ。どうせ有料ならと、あのエリート薬、強い奮起だったらエリートの方が安いかと思ったら1円高いね。失敗。1円3円かな。はい、一応これで全部作れたと思います。ちょっとじゃあ薬突っ込んでおきますね。
うん、よいしょ、マスターかけて、はい、これで、あとは魔法使いチャレンジで魔法薬5個使うと。はい、ちょっとじゃあやってみます。あ、よかった、今一回回した時に縦画面になってた。怖いんだよね、それが。はい、どこの部屋がいいかな、5個いっぺんに使うの。あのね、なんだっけ、治癒薬もあるんだけどさ、治癒薬実際必要なのよ。最近在庫少なくて、森にぐらいでいいかな。どこが欲しいの？ここだ。相変わらずスポーツ部のスリザリンの旗が欲しいです。ちょっと光っちゃってるね。光っちゃってる、光っちゃってる。まあいいや。はい。あれ違う。攻撃しなきゃいけないのか。はい。うん。5本でしょ？あ、まだ使用中だ。これダメ？1本に入んないの？入んないよね。当然。あら、電池がなくなってきたわ。これ。よいしょ。やりながら練習しましょうか。初級者向けに。まあ、薬飲んじゃってるからね。微妙ですけど、まあいいか。はい、くもくんには、混乱はね、今闇払いで入ってますけど、混乱は必要ないですよ。こっち側の衰弱だけね、かけてください。混乱かけてもね、意味ないからね。集中力もったいなくなるから。それだけ気をつけてください。雲ね、あれ、あ、まだだ。使いたくてしょうがないよね。普段はさ、節約したいくせに、こういう時はすぐ使いたいみたいな。使い切れないかなぁ。はい、エルクリング。これね、エルクリングですけど、エルクリングは、両方とも衰弱も、このこっち側の混乱もね、かけてあげてください。これ硬いですから。これは両方を使ってください。できる限り。星が、一つとか、二つの場合は、混乱は、なくても大丈夫です。でも三つ星以上はね、かけて、まあ、早く倒したい時は二つ星でも使うと、ほんのちょっと効果があるんで、ほんのちょっとだけ混乱っていうか、貫通持ってるんで。あ、そっか、これ。ちょっと次からあれ使おう。はい。で、宿居人ね。宿居人も、得意ですけど、闇払い得意ですけども、こっち側の左側の、衰弱だけかけてあげれば大丈夫です。宿居人に混乱かけるのは無駄なので、もったいないので必要ないです。左側の衰弱だけで大丈夫ですよ。しまった、強い噴気薬だとさ効果も強いし、最初にもやりましたピクシーね。ピクシーも、こっちが左側の衰弱と右側の混乱ね、これ両方ともかけてあげてください。そうすると効果が出ます。なので、混乱をかけるともったいないのは、不要なのは、クモ、アクロマンチュラと宿居人ね。この2つには混乱をかけないようにしてください。基本的にね。ちょっとね、上級者になるとちょっと教授向けにね、教授向けにわざと混乱をかけるっていう手があるんですけど、まあそれはまたおいおいね。はい、魔法使い、魔法使いには、両方かけてください。衰弱と混乱ね。魔法使いには効きます。で、宿居人とね、宿居人と魔法使い、
2種類あってめんどくさいんですけど、あ、これです。どうも。しまったね、これ。今3つくらいしか使ってないんじゃない？最初から、実は、弱い噴気薬、使っとけって感じだね。森ぐらいだと勝てちゃうんだ。楽に。はい。はい。あ、なんかエンブレム揃った。これで今何個？ 3 つぐらい？3つだ。あと2つ使わなきゃ。はい、じゃあとりあえずじゃあ塔の1ぐらいでまたレッスン兼ねてやりましょうか。よいしょ。声聞こえるかな。オオカミさっき出なかったね。オオカミも左の衰弱と混乱かけてあげてください。それで効果が出ます。オオカミもね強いし硬いからこれはかけてあげてください。で噴気薬やってもクリティカルでも一発でいかないですね、塔の敵でも。でこれで飲んで4つ目。はい、で、はい、はい、魔法使いは覚えてますね。衰弱と混乱両方ともね、ある時ね、集中力がある時は両方ともかけてあげてください。ない時はね、星の数によるかな。はい、でエルクリング、これ一つ星だからね、正直何もいらないんだけど、まあ、かけるとしたら両方ともかけてあげて、右も左もかけてあげて、楽に打ち負かせるようにしましょう。あと1個、あ、これ倒せちゃう。うわ、嘘。もう1個使わなきゃ。マジかよ。はい。じゃあもう適当に。よいしょ。スリザリンの緑の旗が欲しいんですよ。一応上に出たな、上に出た。はい、魔法使いね、魔法使いには両方あげましょうね。こうやってやってしつこいですけど、初心者さん向きにはちょうどいいかな。やばい、この回が一番長いね。はい、ピクシーね、ピクシーにも両方かけてあげて大丈夫です。というか両方かけると楽になります。あれ？ちょっと待って。飲まなきゃダメ？飲まなきゃダメだよね。危ないね、危ないね。薬は本当は必要ないですからね。はい。はい。あ、出ないじゃない。本は揃ったけど、ごめん、後ろ車うるさい。あ、違う違う違う、登録校じゃなくて。はい、これでサード任務も終わりました。あ、嬉しい。しょうがしょうがね、なかなか出ないんだよ。エリート役重要だからさ。はい、でここからは砦なんだよね、確かね。3人のチームメイト25体、魔法使いチャレンジで4250と。はい、じゃあちょっとこれはもうあれだね、戻ってからかな。はい、これで今日はちょっととりあえず動画は初級レッスンも含めてやりましたんで、これで終了で、あとはまったりと砦でやっておきたいと思います。石神井公園に戻ってきました。木漏れ日が綺麗でございます。空見えないけど相変わらず青空、気温もシャキッとして最高です。ね、途中ゆるゆるしてたらね、一応仕上がりそうなんで仕上げちゃいましょう。最後相変わらずスリタリン
フラッグ狙い。うわ、これ赤だ。ちょっと寒いから鼻をすすっちゃう。ちょっと待った、ちょっと待った、やばい、鼻が。ちょっとハンカチで、よいしょ、やばい、よいしょ、鼻垂れるとこだった。はい、よいしょ。これこう持つの難しいんですよ。綺麗に映るな、意外と。あの森の中で暗いっちゃ暗いから。あれ、俺これいくつにした？あ、どう、お、ん、なんかあれ、そんなもんか。どの位置入ったつもりだけど、入ったよね。はい、これで一応、はい、グラフ出ました。はい、特殊任務は、特別任務だっけ。あ、雪の花だ、よいしょ。はい、はい、4番目の特別任務も無事終了しました。はい、ただぼんま、まだね、今回のじゃ足りないんだよね。次回分で20個になって、で、あの強烈噴気を極めたいっすね。はい、で、ボーナスタスクもちゃんと開けてくださいね。これだっけ。はい、何これ。ああ、はい、登録簿ですね。あ、ちょうどね、もう電池もギリギリ。魔法使い XP を12,500。これはあれだ、リックもいいんだね、きっとね。痕跡って書いてないから。はい、その他は一緒ですね。ポートキーカバンを解除して、あ、嘘、しまった、しまった。解除しちゃった、解除しちゃったよ。これじゃない。え、超ショック。そうか、これがあったのか。まともに予習していないのが。あ、痕跡呪文出た。結構ショックなんですけど、とりあえず登録しましょう。ほら、ヤギがついてるでしょ、ヤギが。ヤギ命名ね、ここで登録しようと思ってさ、さっき砦でやる前に開けちゃったのよ。しかも4つも。結構ショック。まあいいや、ボーナスタスクだからね。ほら見える、4の5になってるでしょ。ここでもうほら登録しちゃおうかなと思ってさ。結構ショックなんですけど、これじゃねえや、なんだっけ、ポートキー。まあいいや、このイベントのやつを1キロなんでゆっくりと割りたいと思います。今のでボーナスタスクがこれ2個ね、で、なんだっけ、ポートキーで3になって、あ、あれか、あれがあるよね、もう1個。この XP も換算されてるのかな、ちょっと見てみよう。多分そう、あ、そうだよね、今グラフ動いたから何でもあり。あ、これ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 、これで3つで、何か1個ネビルか、あのマイケル・ジョーダン、違うか、リー・ジョーダンを1個ね追加すればクリアですね。おーい、ってな感じでね、天気から今日は絶好の魔法同盟日和だと思います。皆さんも頑張ってください。ボーナスタスク頑張ります。それじゃあね。あ、そうだ、あのはっきり言っとかなきゃダメだよね。ヤギのイベントのポートキーはボーナスタスクで開けるように、私みたいに先に開けないようにばっかでいい。